で、ポイントなんですが、はい、ポイント、重要なポイント。これ今日一番重要かもしれない。言いますよ、重要なこと。音色がどうこう言ったじゃないですか。音色がいろいろ出せるんだけど、重要なのはこのタイミングです。タイミングの方が重要です。つまりリズムっていうこと。今ガがどのぐらい叩けるレベルにあるのかは関係なく、リズムの方を優先させてほしい。実際の音楽になったら。 わかかりますにこのスラップしっかり音出さなきゃっつって音色のことに意識がいくあまりリズムが崩れたらそれ音楽になりませんはいこれ今日一番重要だからもう曲が始まったらもう音色のこと一回忘れようはいわ忘れないでほしいんだけどちょっと片隅に残してほし,しいんですがあの音色よりリズムの方が重要今ね <laughs> <laughs> やったばっかだからこれ気になるじゃないですかこれいい音出さなければっつってスラップがっつってオープンがってこう気になるんだけどこれタイミングの方が重要だ,だから多少こうおとくても、うん、んんんんこのタイムに乗ってる方が圧倒的に音楽になりますはいもちろんね ある程度経験があって余裕がある人はその音色のことまでちょっとこう気を回しつつねやりながら調整するっていうことが可能だと思うんだけど最初はそのえこう両立っていうのは難しいと思うからとりあえず音色は捨てましょうはい捨てて許します私は許します音色は個人練習の時にひたすら黙々と淡々とやる感じでもう曲になったらとにかくこのタイムのことに集中するはいそういう意識でもう一回やってみよう